隊長さんこそお疲れ様です。今夜も大した魔が月が現れなくてよかったですね。ああ、その件に関しては私に全面的に非がありますからね。今からでも本部に通告されれば厳罰もの、隊長さんに命じられればどんなことでも飲まざるを得ないでしょうね。でしたら他の方が戻るまでお茶でも飲んでいましょうか。入れてきますのでちょっと待っていてくださいね。そうですね、やっぱりいろいろあったのはカシューさんとキクさんですね。腐れ縁みたいなものですけど。あら、それはそれは気になりますね。二人は私についてなんて言っていました？そうですね、二人には後で私からもお礼を言っておきましょう。気のせいですよ、一緒に稽古をするくらいです。それより話を戻しましょうか。ええ、あとは今明治館にいる方だと丸さんと泉さんですかね。ああそうそう、この前3人で一緒にお酒を飲みましたよ。はい、局長と飲んだ後お部屋に連れ帰るところを見とがめられて、とんだ邪魔が入ったものです。何もしませんったら、寝顔を眺めているだけです。うかつに変なことなんてしたら起こしちゃいますし。で、まるさんの方ですけど、あの人普段は陽気ぶってますけど寝がちょっと暗いでしょ。そうですか、比較的仲はいい方なんですけど、切り込み方とかその辺で意外と話が合うんですよ。問題は泉さんの方ですかね。泉さんは私にとって小獣とのようなもの。常に雨切れでも起こしていてほしいですね、ほんと。だって泉さんったらいつまでたっても副長の座を譲ってくれないんですよ。今回の新しい新選組でもそうですし。なーにか、まったく、私が副官として常にそばにいれば局長に辛い思いなんて絶対にさせない。すみません、ちょっと気が変わりました。隊長さん、あとはお任せしてもいいですか。ではすみませんがお願いします。お先に失礼しますね。これくらいで集中が途切れるほど未熟じゃありません。それよりなんでまたじっと見ていたんですか。ほんとおせっかいな人ですね。
別に隊長さんが気にすることじゃないですよ。単にのんびり話をする気分じゃなくなっただけですから。ちょっと違います。いえ、あの頃のことは今思い出しても最悪なんですが。気になるというお顔ですね。わかりました。隊長さんに隠すことでもないですし、私が喋らなくとも他の誰かと話せばわかるでしょう。少し昔話でもしましょうか。さて、隊長さんは新選組の一番隊隊長、つまり私の以前の主が病気で戦線を退いたことは知っていますか？そうですね、二人はそうするしかありませんでした。主の病状が悪化して少しの間は戦線を離れていました。最後ぐらい見とれって局長の言葉もありましたし、残念ながら持ち直すことはなかったんですけどね。それから葬儀が済んで、工事はカシオさんとキクさんに任せ、私は未だ戦いを続ける局長のもとへと戻ったんですけど、その頃にはすでに新選組の局長、当時の長曽根小鉄の主が処刑されていました。その後は、それはもうひどいものでしたね。表には出していませんでしたが、私の局長は憔悴しきっていて、本当に見ていられないくらい痛々しかった。残されたみんなの悲惨な状況を何とかしようと一人で頑張って、私が戻った時も何度戻ってきたのかとかいつもの調子で言うんですよ。私は一番肝心な時に局長のそばにいなかった。どんな理由であろうと、それが事実。私はあの時、局長を支えなかった。だから、もう二度と、局長にあんな思いはさせへん。今度は何があろうとも、どこへだって友をする。局長にあだなすもんは、わてがすべて、切る。とまあ、昨夜隊長さんと二人で話していて、そんなことを思い出しまして、最近ちょっと緩んでいたかなと反省したんです。私は万が一局長に嫌われたとしても身投げなんかしている場合じゃないぞって。稽古で羽織を着ていたのもそういうことですね。え、気分じゃなくなっただけと言ったでしょ。さっきも言った通り気にしないでください。むしろちょうどいいきっかけをどうも。それが当然だと思いますよ。何ですか急に。私をおだてたって何も出やしませんよ。何ですか、嫌味ですか。ふん、志といえば隊長班こそご立派なもんがあるやないの。手が届く限りの人を助けたいんやろ。局長の助けになりたいだけのわてなんかよりよっぽど大言吐いとるで。堅物、嫌味が通じへんわけやないくせに。さっきの言葉も聞いたやろ。隊長班は
本心なんだなとかのんきなことをのたまっとったけど、わては隊長班が倒れたとしても振り返らんで局長のために戦う言うたんやで。はあ、そないやから隊長班は使える蜜剣からえらい慕われはるんやろな。局長もやっぱり捨ておけんな。まあひどい、女性に向かって怖いだなんて。もうあんまり人を疑ってはいけませんよ本当にねえ。隊長さん、そんなことよりも一緒に剣の稽古でもしましょうか。なぜ怖がるのかは分かりませんが、ご安心を。ちゃんと加減しますから、隊長さんも死にはしませんよ。私ももう少し汗を流したいところですし、せっかくなので地稽古と行きましょうか。